生ファラーのデカチャンネル。デカチャンネル、ただいま家です。今日髪の毛を美容師さんに切っていただこうとしたところ、美容師さんが体調崩し、切れません。刈り上げもこんな状態でして、ちょっとどうにか切りたいなと。そんなところメシアが現れました。彼です。はい、シザーハンズ係。できんですか？はい、できんですか？余裕です。あの歴は歴ですか？4年です。はい、フリーアマチュアで4年やってます。アマチュアで4年。はい、はい、ということで、はい、こうです。おい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 、ほんまかこれ。こうです。ちょ、ほんま仕上げれんの？はい。この音が怖えから。怖えね。震えるね今。まずちょっと石川のヘアカット、フェードかけて、はい、ヒゲもこれつなげて、後ろフェードで、はいはい、もうどんどん濃くしてってほしい。はい、刈り上げで任せてください。こっからここにかけて、そうそうそう、こうフェードね、長くなっていく感じ。うんうん、上はツンツンしてから、そんなスカンと、うんうん、まあ、長さは変えてほしい。でも上の、こいつはね、あの髪の毛細いんです。細くて柔らかいんですよ。あの毛が少ないとかじゃなくて細いんです。そうなんですよ。なんで、ジェルつけた時はげます。あーやめて、もう俺ハゲみたいな。すくと、すきすぎるとはげます。いいやねん、この美容室。完全美容室。ちゃんとやってよ。はい、任せてください。ということで、ちょっとカットお願いします。お願いします。任せちゃって、職人さん。いけてる？ちょっといけてる。そこすごいかも。え、嘘やん。耳の上すごいな、あれかも。あれ、俺、あれかも。何ハゲた？あれかもしれないです。ミス早くも、これマジで。ミスとかだよ。いや、一回、向かい、一回見て、一回見せて。何騒がしいって。騒がしいね、こいつ。いや、待って、早い。いや、大丈夫、マジで大丈夫。いや、じゃあやって、やって、マイク。いや、だこの辺は綺麗にやれるんですよ。広いから。うん。狭いとこちょっときつい。狭いとこがもうハサミで頑張るしかない。後ろすごいうま。うまいんや。そう、うまく見える。後ろうまい。さすが。この髪型だけあるわ。これもフェード？一応。まあ余裕で。余裕。うん。余裕。美容室で見たことない。美容室では見たことない。絶対かゆなるわ。どうなってるか分からない。いや、あいつらもう心配かけるだけやね。もう。ああ、そういうこと。うん。無視したらいい。無視していただいて。いたでしょ、こう友達同士で切ってて。ああ。やばいやばいやばいとか。あ、いたいたいた。お前や。お前みたいなやつ。は？いたでしょ、そういうやつ。まあお前みたいなやつな。俺や。これやばいな。何やねんお前さ。やばいよな、そこ。いや、そこなんでこれだけさ、なんかなめくじ貼ってる、そこ。どういう意味？なめになった。だからここマジでハゲてない、なんなら。そもそも髪が元々どうなってんの？それでもまだ教えられない。なんなん、なめくじって頭に。信じるしかない。先生、どうやってここそれたの？ちょー、どうやってそれそれた？え、そこが1ミリぐらいになってる。どっちがいい？これなんかに合わせて。知らんねん俺、どっちがいいとか。じゃあこれ一回耳邪魔やから、うん、一回耳取るとかしたら、まあしたらいけるけど、どう、耳取るか。いや、一回武蔵先生読んで耳取って、うん、一回ちぎって、うん、で芹沢のとこに持ってって。あれ、それなんなん、その耳取るは。あ、やばい。前半その前半その上行った。あー、石川か。ブスやんけ、あれ。で、ここっすね。ここが一番むずいんですよ。そこ難しいな、そこの境目な。お、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 むずそう。どうなってんの、後ろとかは。今ね、こぼちゃんみたいなと。え？後ろ絶対。はい。なるほどね。マジで、まだわかんない。今は赤いんじゃん。まだ負けてない。そう、まだ負けてない。ここ1ミリで剃ってんすけど、うん、でここら辺は5ミリでやってんすけど、このさ、え、ほんまや、めっちゃ薄い。意味わかんないでしょこれ。これを信用していいのかどうかっていう、なんこの数字をさ、一回説明してもいいですか。なんで今なん、一回。これなんなんてだ。でもこれおかしいよ。正直おかしいよ。あなた、これこんなバリカン買ったんですか。新作すぎるのか分かんないあなた。新作マジで。こんな俺状態のバリカン見たことないから。だからこれはこの状態やったら、もう一回入れてみていい、これ。この状態で、じゃあこれ切れへんから、絶対切れへん。ほら、ちょっと切れてるやん。ちょっと切れてたもん、今。当たってないもん。あれ当たってない。ちょ、俺、角の部分一番大事やから。
じゃあお前だってこれ当たらへんようになってんねんで、こうほらこれ でどんだけできるか。あ、じゃあ一回来て。もうすぐ一回来て。一回来てみ。一回来て、こっち来て、ここ裏来て、俺の裏。もういいって。お前一回これ説明したい。もういいって。いきますよ。はい、1ミリでしょ。はい、上げていく。俺こっちも生くじる。で、5とかにするやん。例えば5、はい、5にするやん。5、はい、でこうやろ、こうやろ、はい、でだからこれはいけないのは3ミリと1ミリがほぼ変わんないんですよ。これはもうこれ刃やろ、ほぼ何も当たってないやろ。はい、だから5ミリじゃないと意味ないの。なるほど。じゃあ分かる、分かった。1から4は全部1ミリなんだよ。なるほど。だからこうやって舐めくじができるの。ここ4でやろうと思ったら、そう、1、これ1になっちゃってるってことなんですよ。これマジでやばい。ほなどうしたらいい。もうこれもう一回1でいくしかない。すごいなめくじ。あ、もうそこは1いっていいよ、1いっていいよ。これ3なのにほら1やろ。うわ、ほんまや。いや、いいよ、なめくじの正体や。でもそこをなめくじに合わせたらいいんやろ。でもそう、いや、ええよ、そういうの。ほら3、うわ、ほんまや。3なわけない。1ってこと、うん、もう1、3は1だから4まで1。数学やね。4まで1やね。もうこれこれしょうがないですもん。これ分かったって。ねじゃあ3は1です。2たす2は、ん、2たす2は1です。2たす2は4。え、2たす2は1、2たす2は4やから1やんな。うん、え、今もうなめくじはなくなったん。じゃあ今からなめくじないです。今のところなめくじではなくなった。どうなってんすか。なんだろう、ホール穴それやばいや、なめくじより。程度にしようと思ったら全部1になったんですよね、ここら辺とか。そういうことやんな。そう、で1か5しかないです、これ。まあ、しゃあない。そう、しゃあない。なんかほんまにやばいかも、このバリカン。そこ2でいってや、じゃあ。あ、だから1ですよね。4でいってや。4でいっても1になる、お前に。あ、4は4、2の可能性あります。ほな、3でいってや。新しい公式でいった。あ、だから3から1やな。3と2と1が1。うん、で2が4。2が4で5が5。程度ができない。3と4がない。ないです。そこの女性うまっ。挟む人や。ちょっと見に来て。褒めた瞬間見に来てるや。痛い。耳めちゃくちゃ切ったよ。そんなわけないよ。今ほんま挟まったの見えたもん、俺ここ。ここチーチーちょっと出ちゃった。痛いってやつ。チーちょっと出ちゃった。お茶目。痛いってやつやめて。痛かった痛かったやろね、今の。ほんで、うん、こっからもうだから刈り上げはいけたってこと。刈り上げは正直もういけてる。あ、上行った。俺のいつも髪型してるやんな。はい、あのツンツンちょんちょんでしょ。うん、何センチぐらい切ってんの。もう5ミリぐらいしか切ってない。それはこの辺は任せてください。あ、オッケー。この辺は俺プロなんで、マジで。あ、そう。うん、指の感覚ではみ出た分切るっていう。ほんまにいけんのそれ。まあ長年それやもんな。はい、あいつほんま一回芝居ていいか。じゃあいつだけは芝居て。あいつマジほんまやばい髪型してますわ。いや、ちょっとその見たことないやり方やもん。ちっちゃいもひかにしてあいつ。はい、ちっちゃいもひかにして。ちっちゃい。もっとベッカムみたいにします。マジで東さんほんとファン減りますからね、俺に切らしたら。これ俺増える。増えます、相当ね。だって何一つ文句言ってないもん、耳切られてんのに。そうやろ。耳切られてんのに。俺穴開いて耳切られてんのに俺文句言わんと。はい、なあ、有吉さんお疲れっす。頑張って。ホールです。誰がホール。正直もね、カットは OK です。じゃあこれでもう今もう完成。うん、ほぼ完成。ほぼ、うん、どこをやるの。あとあとちょっとだけヒゲのここだけ、うん、ちょっと薄くフェードして。じゃあお願いします。はい、了解です。4が4が4がまだ1。4が2ですね。悪くない。4結構悪くない。見つけた。4。方程式分かってたら使いこなせた。うん、そうやな。チュートリアルやったんや、お前が。お、いいね。もう確かに。正直もうこれ以上。完成。うん。じゃああとちょっと今からシャワー浴びてきます。はい。シャワー浴びて、うん、乾かしてセット。そうやね。で、どんなもんか。そうやな。よし。はい、あずま。切ります。はい、失礼します。あ、さっきのあれある。あります。いいね、ピンで。そう、俺なだらかにこう上の位置にこう、うん、持っていく感じ。
なんかやっぱ前髪のところが長い気するんですけど。いいよ、後で切ったるわ。え、後で切ったるから。だいたい美容院もあれやろ、シャンプーしてからちょっと、あ、もうちょい切ろうかなっていう時あるやろ。あ、それそれや、完全に。ただやっぱね、この辺切りにくいな、このバリカン太いから。あ、もう全部持っていっちゃうんや。うん。あ、ちょっと、え、なんか、アタッチメント耳入りました、今、完全に。おい、もう騒がしいな、おい。あいつ耳切られとんねん。先が耳に突っ込まれ、耳切られとんねん、こっちは。あいつ耳減ったんやで、ちょっと。そう、失敗を立てにするのやめてください。前髪とかもほんまは、こう目にかかるかどうかぐらいやん。うんうん、さっきそういうとこはちょっと、ちょっとほんまもう完成形の出来栄えで、うん、あの、ご飯ご馳走しますんで。おー、いいですね。はい、はい、もうめちゃくちゃ毛入った。あ、それうわ、舌白舌白毛が分かりやすいように。あ、そうやってたんですね。で刈り上げはいい感じ。まだ後で整えるけど、一旦もう一旦 OK、うん、俺ドライヤーしたらこれやってみて。ちょっと自分で撮ってえ、これなんですけど、これマジっすか。これそれはでもね、マジでそれ以上切るって結構やばくない。じゃあ一回これセットしてみるか。うん、うん、マジこれヘルメットやこんなやつ見たことあるわ、キャラで。じゃあ一回やってみるわ。もう下ろした時相当やばいよ、それ。あ、でもなんかちょっといい感じか。え、どうすか。どういうふうに。え、どう。あ、いいの。え、いいんちゃん、これ。あー、なんかでもね、ここね、丸いな、後ろ丸いな。ここが多い、うん、重い。あの、重い重いな。どうしたらいい。もうちょいだからすく。そうね、いける。バチって一回だけ、うん、これ洗った方がいい。洗った方がいい、うん、まあでも思ってるよりさっきのコボから、うん、セットで変わるっていう。全然変わる。で、それ横見て、横で、今、こう、こう流してるんだよ。なるほどね。で、こう下ろしたら、ちょっと耳にかかってるけど、この流したら、うん、こう結構揃う感じにしてる。あー、でも、うん、こう上げんねやんか、うんうん、で、こう揃うねん。わかる。うんうんうん。何もしてんときは、うん、ここ一直線ぐらいでもいい。なるほど。うん、じゃあ揃える系ね。はい。東さんどんな感じですか。正直めっちゃいい感じです。マジでいい感じ。こいつラッキーやな。もうちょいすいていい。一回触ってみたかった。ああ、もうちょいすいていい。そうやろ。おー、わかるんや。はい、すきます。分かってんのごっこちゃん、これマジで感覚、そうやって感覚感覚やね、もうこの辺まで来たら怖いわ、その、はい、ガッてやり。どう、え、どう、え、これ一回バーってやってみ、つかみながら、そう、つかみながら、わーさー、こう自分でさ、こうして。そう、あんたすごいやんか、一人でできるの。一人でできるも。え、ここら辺とかはこんなんいらんのちゃう。これね、それいる、これいる。もうね、あの、フェーズできんから、もうこの、かぶつしかないね。あ、それいるんや。いる。そしたらもう本当なんか崖みたいになるから。ああ、俺崖なってんの。うん、なっとんかい。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 なんか一切変ってとこがないな。うん、いや、うまい、だいぶうまいな。結構切っても変じゃないってすごいんじゃん。これっすよ。結構切ってる、結構切ったやつが、うん、こいつ無機蔵です。無機蔵や。一回シャワー浴びる。一回シャワー浴びます。で、細かいとこをもう一回。石川さんちょっとやろうか、今。はい、じゃあ一回東シャワー浴びます。長い、やっぱり、うん、上、ほぼね。 OK、 完了。うん、完璧。いい感じ。もう一回つけてみ。まず風呂入るやろ。いい感じかも。でも、え、すげえすげえすげえ。え、どうすか。よし、お、いいね。いいな。うん、え、すげえ。マジでいい。マジで耳切っただけ。耳ちょっとちぎれただけ。耳ちょっとちぎれて成功。うん、はい、完成しました。おお、いいやん。めちゃくちゃいいから。いや、できんのかい。ちょっと一回これめっちゃいいやん、東の。ちょっと一周して。一周どんなん。おお、いいね。え、うますぎひんな。まあ、できたかって言ってたから
お寿司。まあそうですね。お寿司行きましょう。行かしてください。はい、僕これです。いやでも結構いいねんな。めちゃくちゃいいです。あ、いいね。出来高。はい。耳切ったタバコお前が一泊は。ちょっと耳切ったところだけ一回見せてください。耳切ったどうなの？耳でストップ。はい、こう耳のこの間みたいなところ。お、やば。切られてるんです。あ、ね、あ、ちょっと赤いですね。まあ、ちょっと血出てるぐらい。まあでも、はい、でも全然だいぶいい、だいぶいい。セットしやすくなった。セットしやすいし。めちゃくちゃいいな、正直。うん。ほんま？うまいわ。うまい。普通にうまい。できるんや。これ大丈夫なお笑い芸人3人集まって。うまい。うまいってだけの。お前さ、はい、ミスれよ。俺のなんて、はい、もう耳1個なくなって坊主で終わりでええやん。江戸時代男もやってくれよ、お前。すいません、それは。何してんの？でもよかったです。これはハッピーで。はいはい。いや、まあまあハッピーやな。これはいいよ。これがいいよ、やっぱ。うん。うんありがとうございました。デカチャンネルでした。デカちゃん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。